12月23日水曜日、日本証券新聞本日の一面、ファーストビューです。本日もですね、日本証券新聞の一面を、新聞発行前に、先んじてウェブの方で、ご案内いたします。日本証券新聞テクニカルアナリスト伊藤がお伝えいたします。本日の、前場の状況ですが、昨日のニューヨークダウのですね、200ドル安、これをものともせず、ナスダックの方が65ポイントほど上がっておりますので、これを受けるような形で上昇で始まっております。前引けの段階26,470円、34円高というところです。もっと高いところはあったんですが、ただ上値はどうしても重いというような状況ですね。昨日、そういった状況、その前日もというようなところです。というところで、本日の一面構成です。まずトップの方ですけども、これから面白くなる日本株、こういったタイトルで、記事の方を、トップで出します。ここ内容はですね、来12月期、急回復期待の中外薬、それとヤマハ発動機、ヤクルトなど個別に狙える銘柄をこういくつか、取り上げます。こういった中でですね、興味深いというところで言いますと、ヤマハですね、銘柄コード7272になりますけども、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、ここがかなり高い評価を出しておりまして、マリン事業などの企業、これでですね、来12月営業利益が今期予想比なんと 75% 増と、これはちょっと驚きですね。その次の期はですね、史上最高益が有望と、いったことですので、こういった、銘柄候補、いくつかですね、ピックアップというところです。ぜひご注目いただければ、来期以降の展開というのも読めるような形になろうかと思います。それとですね、節税売りはクリスマスで一巡、日経ジャスダック平均年末年始連投修正という記事を、掲載いたします。これはですね、日経ジャスダック平均というのは年末年始が連投するという修正を実はこうずっと取り上げてまして、大納会の日経ジャスダック平均、これが27年連続高、すごいですね、27年連続ですから。これを、ずっと書き続けてるんですけども、12月のですね、実は24日から26日頃からですね、連投が始まるケースが多いと、こういった分析をもとにですね、このアノマリーを紐解いてまいります。ぜひこれはですね、記事の方をご覧になっていただいて、その中身をご確認いただければと思います。そうしまして次が準トップ。準トップはですね、今週に入ってちょっと上値が重いような展開なんですが、日銀の ETF 買い、これが昨日、それと一昨日と久々に入っております。1ヶ月ぶりですかね、日銀の ETF 買い、ここが底堅さを裏付けることになるのか、ここに絡んだお話を取り上げます。それと再度はですね、ご存知鈴木和之氏のマーケットレポート、今回はですね、グリーン革命待ったなし、2021年相場の大きなテーマにということで取り上げております。今言われております再生資源エネルギーですとか環境対策、こういったところにね、切り込んだレポートになっておりますので、ぜひ、ご一読いただければ。そして本日はですね、IPO が2銘柄、出ております。交換できる君、エネチェンジです。2銘柄となっております。両方ともマザーズですね。それとあとは、個別ではオリエンタルランド、動きが出ておりますので、こういったところを取り上げる予定になっております。はい。これが昨日の、ご紹介差し上げた後で発行になった新聞となります。あとですね、今のデジタル版の状況の方をちょっと確認いたしましょう。はい。先ほどご紹介した、鈴木和之氏のマーケットレポート、鈴和さんのレポートですね、グリーン革命待ったなし、もうトップの方にこう、出ておりますので、ぜひ、こちらの方からですねご覧になっていただいて、中にはですね、銘柄の方もこのテーマに沿ったものが
掲載されておりますので、ご確認いただければと思います。はい、以上、12月23日水曜日、本日の一面ファーストビューでした。